ご視聴いただきありがとうございます。トライアスロンファミリーチャンネルです。今日はゆうらくんが、いつものランニングコースの走り比べの動画を作りました。左は、走り始めた2021年10月8日、で真ん中が2022年7月8日11、12、12、3、4、5、6、7、9ヶ月後ですね。で一番右が2022年8月8日、その1ヶ月後、まあ最近ですね。この走り比べちょっとね、まあ撮る撮影が右に行くにつれ上手くなってるというところが一番の特徴じゃないでしょうか。はい、で何よりこの体型の変化、左から右に流れるにつれ、どんどん痩せてフォームも良くなっているというような感じがすごい分かります。こういう走り比べの動画、はい、親として撮影して一生記録に残せておけるっていうところが本当にいいですね。ゆうらくんが大人になった時にこれをちょっと見比べて、ゆうらくんの自分の子供にパパはこうだったよなんてね、見せてあげられる日がいつか来ることを楽しみに願ってます。ここはいつものランニングコースなので、これからも、この角度で撮影してちょっとね走り比べの動画を作っていきたいなと思います。将来トライアスロンで活躍し世の中に広めるのが夢です。応援してくださる方はチャンネル登録コメントお願いします。